はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。デパソン 132B3 が1台入ってます。このピアノはですね、音はめちゃくちゃ絶品なんですよ。めちゃくちゃいいんですよ。ただね、外装がね、傷まみれなんですよ。まあこれがちょっとかわいそうなんですが、この状態で良ければということで現状販売でお安くもうお届けすることにしました。外装のまず傷の状態をお見せしておきます。はい、ここ全部傷まみれ、横も傷まみれですね。手前のところも、傷がいっぱいあります。傷まみれです。本当にかわいそうな状態なんですね。ここのところも見てください。はい、全部いっぱい当て傷がありますね。そして蓋の上ももういっぱい擦り傷と当て傷、引っかき傷、ありとあらゆるもの、まあ、前はまだマシなんですけど、それでもまあまあ、ね、結構足のところもこれ割れたりとかね、まあ問題、楽器としては問題ないんですが、まあちょっとこれはいっぱい、ダメージを受けてる状態です。で、中はですね、この 132BW-B3 というね、モデルではあるんですが、横にあるね SW ともう同じデザインですね。これと同じなんですが、まあこれはこれで本当ね、いい音をしてるピアノなんですが、ちょっとこれはねダメージが大きすぎまして、で、もうこれはもうあのね、中の手も一回ちょっとザッと入れてるので、まあ、完全現状と、もうこのまんまで良ければということでお安くお譲りすることにしました。もう修理大変、これ全部やるのね、してもいいんですが、そんだけ高くなるのでね。あ、そうそうそう、象牙の鍵盤のここが割れてるのもお見せして、まあ、これ、まあ、演奏には支障ないんですが、これね、ちょっとこれ欠けてるでしょ。これだけ張り替えてもいいんですが、ここだけプラスチックになるとちょっとみっともないのでね、まあ、このままで良ければということで安く出します。ドミソ見てください、この音の良さ。大橋みたいな音ですね。まあまあ設計は一緒なんですが、大橋みたいな、そうで、でもピアノちゃんと習ってなくてこんだけ動いたら、まあまあまあ上等と思っていただいたら嬉しいですね。ね、よー伸びる音です。Thank you.
もう練習用としてはもう十分ですね。もう外装の傷さえ気にしなければもう練習用のピアノしたらもう申し分のない、もうバリバリよと、おまけに象牙ですから長時間弾いても汗を吸ってくれるというね。もう今象牙の鍵盤を新品で貼るだけで50万円しますからね、まあ、それがすでに搭載されてる、ちょっと欠けてるけど搭載されてるという、まあ、この辺の、まあ、どこに価値観を置くかによって変わるんですが、私はまあ練習用としてまあ出す金額は多分皆さんびっくりされると思いますが、まあこれで納得されたらまあお得だと思いますけどね。まあ値打ちあると思うんですが、これはまあ価値観の違いで、いやいやこんな傷がまびれのピアノはちょっと困りますなという方は、まあそれちょっとやめといてくださいよね。これでよければという方、もしいらっしゃったらこれちょっと長いことあるので置いとくとかわいそうなので、まあ早くどなたかのところにお届けできたらと思います。ディアパソンの 132B3 のご紹介でした。それではさよなら。